ゆうさん今何やってたの？あ、別に何もしてないですけど。なんかカメラにアピールしてただろ今。干してないし別に。今ちょっとしてた。あ、そうだ、ちょっとひるやさんに言わなきゃいけないことがあって。何？俺なんだけど、あの、はい、服ありがとう。服。いいですよ。これ着てスプラ甲子園出てきたから。はい。ありがとうね。いいですよ別に。あの見事ベスト16になったのよ。これ言っていいのかわかんないけど、なんかそれいいのか悪いのかわかんない。いやいいだろ。ブロックの準優勝ぐらいまで行ったんだよ。どれはいいんですか？見てた見てた？見てない。見てないか。見てないかい。あ、見たのかい。どっちだよ。見てないし。どっちなのかわかんないけど、見事にあのメインステージまで行ったからね、九州甲子園のね、任天堂さんから見れるから。見てなかったら見てみてね。見たよ。あ、見たんかい。うん。でうのちゃんのことは見てない。じゃあ何を見てたん？だってうのちゃんどれかわかんなかった。あ、いや、そう、だって俺、今いる、これ俺が、これ俺だもん。これが俺。だって、ウロちゃん、プールの着てなかったし。いや、それは違うよ。ステージによって服変えなきゃだから。着てる時もあったよ。着てなかったし、プールの。来た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 よ。だから返そうかなと思ってさ、来たんだけど、なんで、同じ服持ってるん？だって、ウロちゃん着たやつ臭いから、新しいの買った。汚いから。そう、汚いから。じゃあ返さなくて仮パクってこと？うん、汚いからいらない。なんか傷ついたけど、ありがとうね。でもウィムキルか。従順だな。ひるさんこっち向いて。ひるさん、ひろさん、ひろさん見た。なんか可愛いな。あー、いなくなっちゃった。